ホーム緑の駅は、茨城県筑波市緑の一丁目にある首都圏、新都市鉄道筑波エクスプレスの駅である。駅番号は、TX17。古くから開けた八田部界隈の鉄道駅構想としては、1923年の、城南電気鉄道八田部線に遡る。同線は、未成線に終わり、1928年に免許を取得した、高速度電気鉄道も年執行し、 八田部駅が実現することはなく、隣接する下かや丸に当駅が開業するまで長らく鉄道の恩恵を受けることがなかった。その代わりに、八田部は路線バス網の拠点として発達した。当駅はその交通結接点の役割を発展的に継承することになる。当駅の歌唱はかや丸駅であった。 2020年度の1日平均乗車人員は3322人である。開業以来の1日平均乗車人員推移は下記の通り。西口の駅前広場駅周辺は、独立行政法人都市再生機構によって、つくばエクスプレスタウンつくば緑の里地区として開発され、小建て住宅や高層マンションが立ち並んでいる。駅の北、東には当駅の仮称。 かやるの由来となった上かやる下かやるの集落があり、南西には筑波緑の工業団地、その隣の筑波未来市部分には福岡地区工業専用地域がある。また、駅北側には国道354号が通っており、バスが矢田部市街、筑波農林研究団地を結んでいる。駅西側広場内にある一番乗り場に、くバス、二番乗り場に、 一般路線バスが発着する。ありがとうございます。